マイナカードのトラブルが今次々と報じられております。特に深刻なのはマイナンバー保険証の問題でございます。他人の医療情報への紐付けが大量に見つかったことは命に関わる大問題でございます。マイナ保険証で保険資格が確認できず医療費が10割負担になったり受診できなかった事例も相次いで起こっております。マイナ保険証の利用者まだまだ少ないにもかかわらずこのありさまでございます。健康保険証このまま廃止したら大混乱は必至でございます。世論調査ではマイナカードの利用拡大は不安、健康保険証の廃止は反対という方が7割を占めております。ところがこの岸田内閣は国民の声を全く聞かず、あくまで健康保険証廃止を進めようとしております。それどころか運転免許証も廃止して、母子手帳、介護保険証などまでマイナカードに一本化しようとこのようにしております。とんでもない大暴走ではないでしょうか。岸田首相がよく言っております聞く力というのは、これ聞き流す力だったのではないでしょうか。健康保険証を廃止してマイナカードを強制する法律を強行した自民党、公明党、そして維新の会、国民民主党の責任も重大でございます。日本共産党はマイナカードの運用を直ちに停止して完全確実な総点検を行うこと、健康保険証の廃止は撤回中止して保険証を存続すること、これを強く求めております。また国会の衆参両院の予算委員会を開いて岸田首相が出席する集中審議、これを行うことを要求します。